こんにちは、ケイドラです。今日は超究極ヒーローズへの挑戦のジジム課金攻略やっていこうと思います。今回はソロモンなんですけど、まあ、ソロモンが一番難易度高いっていう風に言われてたんで優先して取りました。他のノアとかは取るかちょっとわからないんですけども、需要が結構あるんだったら取りたいなと思ってます。ではまずこのクエストなんですけど、ギミック情報としては重力バリアとウィンドウでブロックも出るっていう感じなんですけども、重力ウィンドウが必須になってます。まあ、基本的にその重力ウィンドウだといいんですけど、バトル位置を抜けると正直ウィンドウはそんなにいらないんですよね。バトル位置だけアンチウィンドウないとすぐ死んじゃうんですけども、そこ以外はウィンドウなくても別にクリアできるんで、1手目と2手目のキャラは最悪ウィンドウなくても大丈夫です。今回はメア使ってるんですけども、普通にガチャゲンだったらキルアがめっちゃ強いんで、ぜひキルア使ってみてください。で、基本的に味方に触れると攻撃力アップするんで、必ず味方に触れてから敵を攻撃してください。光天使を倒すと敵の弱点効果アップ、闇天使を倒すと弱点効果ダウンなんで、基本的には闇天使を倒さずに光天使だけ倒して弱点効果アップする、もしくは闇を倒してから光を倒してあげると弱点効果アップができます。ただ闇の天使は2ターン後に弱点効果ダウンをしてくるんで、2ターンに1回は絶対倒さないといけないっていう風になってます。無課金キャラでアンチ重力バリア、アンチウィンドウって本当に除火しかいないんで、今回は重力ブロックのメアを使ってます。メアの枠はまあこれぐらい攻撃力が高いキャラとか SS がね強いキャラだったら誰でもいいので、他にはオールフォーワンとか、まあ、サイヒとかもいるんですけど、まあ、現状入手不可能なキャラたちが正直強いです。妥協して使うんだったらロコモコとかツララっていう風になってます。では攻略見ていきましょう。まず HP なんですけども、必ず上に行ってください。そうでないとブロックで吹き飛ばされてワンパンされちゃいます。で、 2P がね結構食らっちゃうんですけども、こんな感じで吹き飛ばされてレーザー食らうっていう感じですね。なんかパラドックスっぽいですよね。はい。で、ここで次3手目でハート取ってあげないと耐えれないんで、ハートを必ず取ってください。必ず闇天使倒してから光天使を倒すっていう順番ですね。その際もしっかり味方に触れないと意味ないんで、味方に触れることを忘れなく。はい、こんな感じです。まあ、結構ねステージを通してアンチブロックあると便利な場面が多いんですよね。だから普通にやっぱキルアとかも強いし、まあ、ステージ1だけねこのウィンドウによるレーザー攻撃があるんで危険なんですけども、バトル1さえ抜ければそんなに気にならないんで、1手目2手目は正直キルアとかでも大丈夫かなと思います。はい、こんな感じでステージ突破しまして、次バトル2ですね。まあ、ここも変わらず闇天使が倒すんですけども、今度弱点持ってるんでしっかり弱点殴ってあげないと倒せません。はい、これで次は弱点効果アップができたんでこの騎士を倒します。ただ騎士は除火でも確かワンパン乗らなかったんで 10% 削りつけるとギリ乗ったかなってぐらいですね。あと今回構えれば激襲火撃いる食ってるんで、まあ、その恩恵もあるかなと思います。まあ、そんな感じでワンパンラインもちょっとね厳しくなってます。はい、ここで闇天使から倒して最後の光天使を倒します。結構貫通のなんかややこしいルート求められるんですけども、まあ、この動画で参考になる部分があればいいかなと思います。で、カマエルが本当にめちゃくちゃアタッカーなんで、基本的にカマエルのターンでは弱点効果アップしてあげるように心がけてください。本当にめちゃくちゃ強いです。あとパワーフィールドがね超仕事してくれます。カマエルは本当非属性なんで属性効果アップ乗ってないんですけども、弱点キラーとか乗ってるし、で元々の高攻撃力かつ超 HP なんで非常に扱いやすいキャラでございます。で、このステージ雑魚がめっちゃ多くて、右下と左上だけなんか数字が大きいんですよね。7で次が5なんですけども、先にこの数字が少ない方から先に倒してください。そうじゃないと、白爆発を食らいます。ただ即死じゃなくて確か4万8000かなっていう感じなんで、まあ死にはしないんですけども、早めにこの右下と左上以外を倒してください。残り3ターンで爆発を打ってきます。ここからしっかりね1ターンでも無駄にすると結構やばくなるんで、しっかり味方に触れてから攻撃していきます。ただね、やっぱりその味方の位置にもよるんで、あとここウィンドウ座れるんで、まあ、なかなか難しい場面あると思うんですけども、まあ、しっかり味方の配置を見て削ってあげてください。
で今回上が残りました。でもちろんこれ天使も倒してないんで次倒せないんですよね。で白爆発を食らっちゃいます。ただその次で抜けるようにしっかり闇天使倒してから光を倒します。これで爆発ですね。4万8000くらいます。まあ結構痛いですね。普通に痛い。これで突破して次ボス戦に入ります。でボス戦なんですけど先に言っとくと2手で抜けました。だから2手で抜いて2手で抜いてないパターンの動画も差し込んでおきます。まず光天使を倒してから、あ、闇光ですね、この順番に倒して弱点をカットします。で今回たまたま弱点が来てソロモンじゃなくてカマエルも位置が良かったんでこれで倒します。で本当にね強いです。はい、こんな感じですね。でここ2手で抜いてないパターンも動画差し込んでおきます。で次ボス2なんですけど、ここがね結構ねややこしいです。闇天使がめちゃくちゃ多いんでまずは闇天使放置で光天使から倒します。で右下と左下にこの騎士がいるんで必ずこれを優先して倒してください。はい、で、蘇生が入りましてさらに闇の天使が増えたんですけど、ここで注意したいのがこの横にいる闇同士、闇天使同士を同時に倒す方がこの弱点効果ダウンの攻撃のパターンが結構調整しやすいんですよね。こういう風に今回は上だけを倒すと弱点効果アップができるんで、で次下だけ倒すと、まあ下倒さないんですけど運よく倒すか。はい、こんな感じでサイクルが結構うまく合うんで、ここで片っぽだけ闇天使を倒してあげると1ターンと2ターンのやつが生まれちゃって非常にこの調整が難しくなるんで、この上下にいる闇天使同士はしっかり同時に倒すように心がけてください。まあ、こんな感じで今しっかりサイクルが合ってるんで非常に処理がしやすくなってます。でまあここどうしようか迷ったんですけども、どっちみち闇の天使倒したところで全く意味ないんでちょっとだけ攻めました。で次も横換してサイクルが合うんでね、横換して弱点効果アップします。こんな感じですね。これ非常に今いいサイクルが回ってます。でここで攻めてボス2を突破します。あと味方に爆発がいるとカマエルのターンも 1.5 倍のパワーフィールド出せるんで、なんか味方キャラね、いいキャラいるんだったら、爆発持ちのキャラ入れてあげてください。はい。ボス最終ですね。こっからはまず、闇光を倒して、弱点効果アップします。で、メアの SS が重力バリアを持つ的に大ダメージなんで、これがね、非常に強力です。なので攻めれるとき、弱点1回でも殴れるときは、SS を打ってあげて、ダメージを稼いでいくのがいいかなと思います。こんな感じですね。結構出ます。もう1回殴ったら、この2倍出ますから、本当にすぐですね。はい。で、ジョカなんですけど、ここもしっかり見極めて、闇天使一旦のやつから倒して、最後に光天使を倒していきます。欲張らないことですね。なんか、多くの敵を倒そうとしたら、サイクルが合わなくなるんで、しっかり、敵の攻撃パターンを見て調整してあげるのがいいかなというふうに思います。で今回これカマエルの SS をミスっちゃうんですけど、多分ボスに当たってたら半分ぐらいは削れたんじゃないかなと思います。ちなみに弱点に当たったらワンパンできます。ワンパンの動画も撮ってあるんでね、最後に流しておきます。はい、でここで弱点効果ダウンされたので
まあ、どれから倒すべきかしっかり見極めていきます。でここはまず右ですね、右の読み天使倒してから光を倒して弱点効果アップさせます。本当にこの見極めが大事だなっていう風に感じますね。はい、でまあこの位置は確か、まあ、正直何もできないですよね。なんで攻めます。まあ、これ SS があったら最高でしたけどね。あ、攻めなかったのかこれ。あ、なるほど、次のジョカに回してましたね。2ターンの方を先に倒して次のジョカに回して構えでフィンを見るためにあえて闇の魔導士を、闇の光を倒したって感じ、闇の天使を倒したって感じです。すいません、ちょっとめっちゃ間違える。でここでしっかり闇倒してから光を倒して最後に結構運よく配置もできたんで弱点真横に来ました。はい、これで構えを起きて終了ですね。はい、こんな感じで、まあ注意する点はしっかりこの闇の天使を欲張らず倒していくことで、しっかりその弱点を殴るターンを作ってあげるっていう感じです。だからあの捨てのターンと攻めるターンをしっかり用意してあげることが勝利につながるかなっていうふうに思います。全体を通して構えるがめちゃくちゃ強くて、でラスゲも弱点来たらあの味方に触れて SS 打てばねワンパンもできるんで非常に優秀かなっていう風に感じました。もちろんハデスとかも強いですね。あの SS 打ったら麻痺もできるんで強いんですけど、パワーフィールドとかの恩恵もありますし、全体的にね構えが優秀かなっていう風に思いました。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。